私、桃宮一号13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でもドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアン倒すまで普通の女の子に戻れないなんて聞いてないよ。まあくよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし、みんな行くよ。地球の未来にご褒美するにゃ。聞いておけよ。1、毎日規則正しい生活をする。長い休みだ、どうしても生活がだらけ気味になる。どうしたの？そんなことしてたらすぐに体調崩すぞ。せっかくの休みなのに夏風邪でダウン。遊びたくて。赤坂さんどうしたの？先日マシャが捕まったでしょ。その時にデータ回線の中に敵の情報が紛れ込んだようなのです。すごいじゃんマシャ、お手柄だね。マシャすごい、かなりすごい。で、分析の結果、驚くべき事実が分かりました。今映像に出します。桃宮。はい。夏休みボケは休みが終わった後だぞ。青の騎士、お前は俺が守る。ねえねえ、成績どうだった？まあかな。いちごは？もう最悪、それ以上聞かないで。じゃあ夏休みどうするの？もう計画立てた？なーにも、なんかね、最近忙しいからさ、いろいろと気になることもあるし。気になること？わかった、青山くんのことだ。何言ってんのよ。違うの？違うよ、そんなこと全然。もしかして青山くんと日帰り旅行に行く計画とか立ててたりして。さっきのは本当に違うだって。でもさ、誘ってみる価値あるかも。そうかな。目が無視だ。違うよ。なんせ恋の季節だもんね。じゃあまた電話するね。バイバイ。恋の季節か。いや、そんな場合ではないのだ。これは、彼らはエイリアンです。しかし驚くべきは、これが太古の地球の映像だということです。え、これを見てください。この木は人類が誕生するはるか以前に地球上に生息していたものです。絶滅し、今は化石でしか見ることはできません。どうやらこの映像は彼らの歴史を記録したもののようです。だったらエイリアンじゃないのだ、地球人なのだ。そういうことになりますわね。でもどうして？人類の古代史である彼らは、環境の変化によってこの星に住めなくなった。そしてやむなく他の星へ移住したようなのです。ところが、着いたその星は地球以上に劣悪な環境だった。だが彼らには別の惑星に向かう力は残っていなかった。彼らはその地に根を下ろし、それこそ気の遠くなるような長い年月をかけ、自らをその環境に順応させたのでしょう。青くて美しい、そして緑あふれるふるさと地球を夢見ながら。
なるほどね。夢にまで見た地球にようやく帰ってきたら、人類が我が物顔で地球を支配し環境を破壊していた。私が彼らだったら人間を憎悪するでしょうね。ザクロさん、彼らを弁護する気はないわ。理由が何であれ、人類を排除していいなんて理屈にはならない。ただ彼らの気持ちを代わりに言っただけよ。みんな今の映像を忘れてくれ。え？ザクロの言う通りだ。事情はどうであれ、あいつらが人間に危害を加えようとしている事実は変わらない。あの、話し合いをしたりとかってできないんでしょうか？それができるくらいなら俺たちは必要ない。白金、難しい問題だ。ごめんなさい。あ、青山くん大丈夫？うん、平気。よかった。お疲れ様パイ。さっきディープブルーに言われたんだ、お前も戦いに復帰しろってね。パイのおかげだ。それは嫌味と認識する。嫌味だなんてとんでもない。礼を言うよ。ほんと変わった生き物だよあいつら。戦うために強くなってんじゃん。そう、面白いだろ。面白いもんか。今度こそぶっ壊してやる。ディープブルーはこうも言ってた、みんなで力を合わせろってさ。別にいいけど。パイはどう？仕方あるまい。なんか落ち着いて話すの久しぶりだね。そうだね。夏休みはずっと部活？うん、いちご。まだあんまり予定は立ててないんだけど。いちごさん、そうだ、何日か部活が休みの日があるからどこか行かない？え、それって？うん、二人で。ほんと？ちょっと遠出とか。日帰り旅行？ザクロは写真集の撮影でグアムですわ。遊園地はちょっと暑いか。山は涼しいけど日帰りは無理だし。すごい盛り上がりなのだ。夏ですもの、海ね。ひょっとして水着なんか着たら海水浴場で。いちごさんちょっと変。あとふっつか、あとふっつか。いちご顔が変、顔が変。そう夏よね。さては誰かが噂してるな。青山くん。ご機嫌だな。そう。あ、エイリアンのことだって忘れたわけじゃないからね。うん、難しい問題だ。全然深刻そうに見えないぜ。そう？奴らのバックボーンが分かった以上、今までよりも気を引き締めないとな。分かってるって。ならいい。いちご？え、なに？気をつけろよ。え？別に。いざとなったら必ず守ってやる。そういったところでしょうか。やだ、白金に限ってそんな。赤坂さん
してるのよ。あら、38度もある。今日はしっかり寝てなさい。いや、今日はあ、ダメよ。おとなしくしてなさい。夏風邪は長引くんだから。そんな。おかけになった電話番号はただいま電源を切っているか、電波の届かないところにいるためかかりません。こんな時に限っても。おい、イチゴ、夏風邪だって。寝てろ寝てろ。そうはいかないのよ、今日は。さてはデートだ。なんつって鼻水垂らした女なんて100年の恋も冷めない。超最悪。父ちゃん、ちょっと出かけるけどよ、後で人形焼きでも買ってきてやら。レタス。はい、わかりました。お大事に。いちごさん、夏風邪ひいちゃったって。青山さんと連絡が取れないから知らせてほしいんですって。あら、なんとかは風邪ひかないって言いますけど。ミントさん、みんなでお見舞いに行くのだ。相変わらず世話の焼ける人ですわ。3カ所で同時に騒ぎを起こし、相手の戦力を分散させる。単純だが悪くない手だ。悪かったね、単純で。早くやろうぜ。いちごのお姉ちゃん、お見舞いなのだ。あ、ありがとうね。でも、私ったら間が悪いよね。マリモコだときに風邪ひかなくても。本当に、青山さんには連絡しておきましたよ。後でお見舞いに来るって言ってました。それは怖い。まじゃ私、こんな格好見られなくない。大丈夫なのだ、パジャマもセクシーなので。何言ってんのよ、着替えなきゃ。あ、いちごさん、寝てるのだ。コロイド純度 88%、 良いタンパク質。くんの幻が。私言ったらそんなに青山くんのこと。青山くん大好き。いちご、心配したよ。でもただの風邪でよかった。超恥ずかしい。青山のお兄ちゃん来てくれたのだ。じゃあ私たちはこれで。へー、プリンもっと痛いのだ。ダメダメ、お店があるでしょ。ちょっとみんな、ごめんね、行けなくて。いいんだ。でも楽しみにしてたのに。元気になってから行けばいいさ。そうだね。来てよかった。いちごの顔を見れただけでも。青山くん、もし何か起こった時はいちごを守ってあげたい。たりしても夏風邪はどうにもならないけどね。お茶でもどう。邪魔しちゃった。邪魔だ。ちぇ、熱いな。また遊びに来てね。ありがとうございます。ああ、やっぱり心配させちゃった。でも風邪ひいてちょっとラッキーだったかも。久しぶり、元気。じゃあ私はちょっとうちに用があるので先にお店に行ってますね。うーん、喉渇いたのだ。じゃあ公園に寄っていきましょうか。お水ぐらいなら飲めると思いますよ。ここ噴水があるから水浴びしたいのだ。水着持ってるの。何でしょう、行ってみるのだ。あなた確かカフェミュウミュウの。あんた青山って言ったよな。ええ、桃宮さんのお見舞いに。
別に。ただの夏風邪だそうですよ。じゃあ僕はこれで。久しぶりに遊びに来たのに残念だな。いちご逃げる、マシャ戦う。嬉しいけどマシャ、ここ2階だし。でも覚悟してね。今日はいちごを僕たちの世界に連れて帰るつもりだよ。永遠に僕のものにするために。2階から聞いてられない。よし、鬼ごっこだ。パジャマで走り回るなんてはしたないよ。うるさい、こんな時来るやつが悪い。そうはいかないんだな。イチゴを連れて帰りたいし、それに今しかチャンスないしね。仲間に助けを求めようとしても無駄だよ。今頃あっちこっちでキメラアニマが暴れてる頃さ。イチゴを傷つけたくないな。もう一緒に行こうよ。誰かあんたなんかに連れてかれるもんですか。ミュウミュウスロジリー、メタモルフォーゼ。守る、必ず必ず守る。あなたは。私は青の騎士。青の騎士。
てますわよ。そうなの、私のハートはゆらゆらなのよ。私のハートは青山くんのもので他の誰のものでもないのよ。何を突然怒っているんですか。だって青の騎士ったら謎だらけで気になるんだもん。次回真夏の恋、いちごのハートはゆらゆら。いちご、まだ熱がかかりませんの。